まあいつもならちょっと大宮島の、うん、ほとんど買い物に行ってる状態ですか。うん、ああその後ね、ああ俺前40年近くもんね、ああ長野県議会もじゃあ人権侵害食らってたやつ、社会セクシュアルハラスメント食らってことやつ、ああそういうことや、全然反省してねえ、こいつは知ってたん共謀してたって、ああいうことなんであれなんてね、もう空爆する、いっぺん自衛隊の兵器どれぐらい使ってみようかな、ああここで試そうって言ったよ、仕方ないんや、文句言うなら本庁舎の所属の連中に、うん、こいつらがな無理やりみんなマイナンバーとかさ表記してん、こういうことや、安倍晋三になってるからや、こういうことや、ほら安倍晋三ね、最初こいつ規制編長やってん、ああ規制ばっかり取られてん、ああ土地規制を強行採決したみたいやな、分かってるし、デジタル規制法も導入したみたいやな、規制法も、うん、だって規制法も全部導入する、もういいんや、うん、どんじいいんや、滋賀県よ、この前行くと解体生産が多いなくなってきた、ああ京都か京都の三重と福井とな、不義には明け渡そうかな、ああこう4地域に渡そうかと思ったさ、滋賀県昔からテロやってたよ、ああ戦国時代から、いやずっと前からテロやってた、あっかくやろ、この徳川家なんで石があるぶつけたらさ、最初からねこの滋賀県に勝てる感じで怪しい土地だって知ってたよさ、知ってたよ、俺であそこを激戦区に指定したよ、ちなみに中国の皆さん気にしないでくださいよ、北朝鮮の皆さん気にしないでくださいよ、いいんですよ、試合で本当にもういいや、英語ではもういいや、ちなみに日本相撲協会もな株式会社に移行しようかって検討してる、もう公共っていう概念捨てろ、 TPP や FTA 結ばれた今さ、こういうの株式会社がすべき結論いたって、皆さんやアメリカの会社なのアメリカの団体になってほとんど株式会社してるんやね、もうバタンタリアセクターバタンタリアセクターズカンパニーシステム使ってさ、これでしてるんや、あこれは単純明快だ、加盟するその事業所が株主ってこと、そういうこと、経団連もね公益社団やめて株式会社したらどうです、あれだって財界に追い出すんでしょ、ちょっとは、これ見しなさいよ、あの大臣進めたいやからさ、なんか安倍晋三調子に乗って不起訴になった、お前逮捕するわまた、どうせ期待してんからお前、お前がまた台頭するとまたあんな、また規制が強まるんや、お前さ、なんでお前に対して反対してんかわからないさ、お前のね対して文句言ってたよ、公約違反が言ってたよ、ああこれ小泉さんもなんお前を恨んでたってことやな、それかお前を恨んでたってことやな、ちょっとお前みたいな小泉さんのことは規制撤廃やで、もしかもってことは、うん、それとみんな教えようかな、福田だけどさ、なんでなん清和政策権つまり本家福田を結成したかさ、うっちゃん岸信介がやらせ食らってたんやな、で、なんで岸はね、あのテレビ番組なんであれ、じゃあ池田さん真ん中にいたそう。ああ対立してるって言ったよ、ああ対立してましたって、もう知ってるやんさんも、ああ安倍晋三決裂した上で、うん、映ったわけ、それああまだよく名前変更できましたね、じゃあ安倍信夫さんだね、ふんふんふん、本籍、戸籍等に残ってるわけです、ああ見本は出したさあ7万連中、接客悪いよ、9、7万連中、接客悪いよ、ああ滋賀県の連中も接客悪いよ、ああ京都も悪いし、なんです悪いじゃない、接客悪すぎるわ、ああさあ、不正アクセスしてるのはもちろんね、ああ、もう分かってるよ、みんな知ってるやん、さあ、自民党公明党やってないよ、なんとかっていう国家、彼もやってないよ、ああ、水谷もやってないよ、やってないよ、それはあんなさんも言うわ、さあ、
やったら絶対履歴残らず、なんとかの、なんとかの、なんか水泳連想させるような、例えば5とかそういう数字が出てくるよ。ああ絶対出てくるよ。うん、連想させる数字が出てくる。そういう意味ですね。なので大宮島は、まあ、なんだと思う皆さん、そう、逆、あべこべ方に発音すれば、皆さんは8番やから、AT です。AT です。番号で言ったら第80回や。そういうことは、そういう意味ですよ。そういう逆狩りをもいいや。これ、能登川はね、これは、どうやろう皆さんの。実は K やから5なんだよ。55です。第55なんや。そういう意味やね。これね、なんでの N かな。これは、船の速度は、イメージの、その意味。そう、これのこと。なんでなんや、これ、死んだのよ。どうなのって使ったらなんだよ、あんまり。同じなんやけど、ただし、意味が違うから。ちょっと異なるんや。そう。こういうことやん。知ってたからな。これ、死の娘がもう名誉。一括してもね。それと登場できやすべきやって。こういうこと。ね。知ってましたよ、本当に。でもね、現実は甘くないんや。新居浜の現実見たら、防犯施設に一回見に行ってこい、本当に。俺もね、あの防犯施設の現状見たら、衝撃的やん。本当に経済回復したかった。分かってもた、俺も。もうこれ否定になった、もう。もう皆さんありがとうね、わざわざ教えてくれて。もう口からかけたで、これ。びっくりしたな。多分ね、中村時宏の潮崎康史さんとかそういう連中、こういうとこ見に行ってないじゃんよ。厚生労働省もスーツに行けばまだ解禁予定ない。そう、皆さん言うわ、はっきり言うわ。そう、ちゃんと調べろよな。一日市区町村長の会合は見なくてもさ、ちゃんと検索すれば出てくるから、ロシア連邦大使館、中国大使館にもちゃんと載ってるから、ワクチンの向こうも載ってるから。なるほど。要はそんなインターネットの調子じゃなくて、そういう問題じゃなくて、自分で調べなさいって言ってるだけ、それだけ。まあ、何でも政府の言うことを鵜呑みしたらあかんで、ね、大体 NHK の 87% の基本的権利、あれはちょっと、あれは数値はいいよ。逆に平野さんのあのワクチン接種、あの期待は 90%、 あれはいいんや。俺も何でも解禁すればいいだけ。それにもうな、ほら、あのスウェズ運河の座礁事件で、やっぱ原油高騰したやろ。そういうことや。日本企業がこんこで、そうこで別にエジプト船に文句言っても無理やで。その船舶会社、保険会社と、その女の資産管理会社の責任は、エジプト大使館やな、将軍や。そう言うわ。そう、この座礁させた船舶を言うの、海運会社と、保険会社の賠償請求すべきね。当たり前です。思い出すの、女の朝鮮水に、請求して、そういうことやんか。そういうことや、また各国の支援に追い出してるからな。そういうことや。もうあの中東冷戦以来だな、あんなスウェーデン閉鎖されるなんて前代未聞や、ほんとに。いや、あとね、あのゴジラでようみんな地下鉄に逃げてる場面よう見たらね、残念だけど地下鉄の避難をやめた方がいい。残念だけど東京公民の皆さん23区にとこに住んでるからひと言言うわ。もうそういう場合はああいう多摩地域に避難してください。もう避難してくる、あっちしかないんや。
あっちに避難してくれ。もういいもんね。おみちね、戦闘に邪魔ないで、うん、自衛隊の車両も、まあ、パクーバンで、ね、日本防衛軍の海保とかショック作戦場、市場来たすんや、うん、市場来たすから、まあ紫外線やったけど、俺もポークだけど、多分あれは相当苦戦するわ、紫外線スターリングラード海戦苦戦するわ、と思ってね、あれ激戦区ね、あれは逆に言うと無血解除したのよかったね。逆に言うともし徳川慶喜が口腔拒否してたら今頃あんまじゃ血のみ化してたわ。戦闘は長期化してたと思うさ。もう今のシリア冷戦とかリビア冷戦、何で冷戦つけたの。その戦線ウィークなし戦争あんまり使えんのよ。戦争で人って表現あんまり使えんのよ。もう冷戦使いました。これ使おうって言ったの、コールウォーですね。これにしました。もうこれで行こうって言ってました。やるの次第で、むちゃくちゃな。まあ、多分ね、こういう氷を使った兵器とか使え、作れん。別に憲法上の問題でもなく、単なる官僚の原因やったの。なんか、文民統制いざす。勘違いするな、皆さん。官僚も文民統制の対象です。当たり前です。アメリカ合衆国、皆さん、EU もちゃんと軍、官僚の人事もちゃんと議会で決めてるから、そういうこと、ちゃんと議決した上で、あいたちは局長とか審議官とか就任してるの、日本は皆さんやね、そんなに。そういうことですよ。あとアメリカの同盟国やったら、ちゃんと見習いなさい、そういうこと。中国を見なさい。中国共産党中央委員会と、ね、全人代の承認がなければこういうのも就任ができんねん。いくら各省の部長の承認、そういうこと。では到着者大宮島です。以上です。